自分で簡単本格ガラスコーティングシアザン50。ラブカーツ TV 川口学です。今日はメルセデス AMG C63S e パフォーマンスのステーションワゴンモデルということで、先日ですね、筑波サーキットでセダンモデル、この内外装とですね走り、これをですねご覧になっていただきましたけれども、今回ですねナンバーがついたステーションワゴンモデル、これをお借りしましたので、まずはですね内外装徹底チェックの方から行ってみたいと思います。で、今回のですねこの C63S e パフォーマンスステーションワゴンなんですけれども、パッと見ていただいて分かりますように、もうボディがですねワイドになっています。ですので実際のですね3サイズこのような感じになっていて、ノーマルのですね C クラスのステーションワゴンと比べるとこのような感じで、はい、前幅も80ミリも広がっているというものになっております。で、こうして見ていくとですね、やはりこのワイドなですねフェンダーを備えたハイパフォーマンスモデルの顔つきをしていてですね、もう見るからに最強モデルだぞというそんな雰囲気が漂っております。今回ですねこのボディカラーなんですけれども、パリスホワイトというですね非常に美しい白のメタリックのですねカラーをまとっていて、そしてですねノーズのこの、はい、部分ですけれども、ここ見ていただきますと、今まではメルセデスのバッジがついてましたけれども、最近の AMG は全部ですねこの AMG のバッジが入るようになったというのが注目です。そしてメルセデスの3ポインテッドスターはグリルの中にドカンと大きなものが鎮座してますけれども、ここはですねレーダーとかそういったものが全て収まっているための重要な部分でもあるということでございます。そしてその周りを囲むですねグリル、これはですね縦の線が入ったグリルになってますけれども、 AMG ならではのですねパナメリカーナグリルを採用したということになります。そしてその下のバンパーレベルの造形ですけれども、もうエアのインテークがですねかなりしっかりと入ったものになっておりまして、一番下ももちろんがっつりと開いてますし、さらにですね両サイドも開いてますし、面白いのはこの真ん中の部分見ていただくと、通常ですね、まあ、ラジエーター奥にあるもんですけれども、これも実際ありますけれども、この床面のところにもラジエーターのコアがですね見えております。これなんかラジエーターコアなのか、なんかのオイルクーラーなのかわからないですけれども、このような感じで配置されているという、まあ、いかにもハイパフォーマンスならではの、かなり冷やさなきゃいかんのだろうなという、そんなですねところが垣間見れるものになっております。さらにですね、はい、このヘッドライトですけれども、こちらはおなじみのですねデジタルライトになっていて、まあ、かなりインテリジェントな配光を行う、まあ、最新のですねライトを備えているのは通常の C クラスと同じということになります。そしてボンネットですけれども、こちらには、まあ、ハイパフォーマンスなパワーユニットが搭載されているからこそのですねエアのアウトレットがこのように設けられているということになります。そしてこのフェンダーですね、ここを見ていただくと、はい、ここがノーマルよりも拡幅された部分ですけれども、かなりフレアしていて、まあ、バンパーもそれに合わせるのでワイドなバンパーになっているということで、これがですねパッと見た時のですね凄みとか、まあ、ハイパフォーマンス感というのを表現しているということになるわけですね。で、サイドに回ってきます。さあサイドに回ってくると、もうステーションワゴンですから、もう皆さんがよく知るワゴンのですねボディ形状をしているわけですけれども、もう横から見ても明らかにハイパフォーマンスだなというところが伝わってきますよね。まあその理由としては、まず車高がですねこうグッと下がっていて、なおかつタイヤとホイールハウスの隙間が本当にちょっとしかないというのもありますし、そこに台形ホイールがガツンと入っているということでですね、こうギュッと低く構えた感じというのがもうこの時点で分かります。なので迫力があるということですね。で、まずフロントフェンダーですね、プレミアムレングスのところにこのエアのアウトレットがアクセントとしてついているのがポイント。そしてここにターボとですね、e パフォーマンスという文字がですね入っております。そしてフロントのタイヤ&ホイールですけれども、こちらはですね、まずタイヤがミシュランのパイロットスポーツ 4S を採用していて、サイズが265の35の ZR20 ということになります。そして AMG のアルミホイールを当然備えるわけですけれども、こちらはですねマットな感じのブラックで塗られた、まあ、フィンがですねかなりこう数多く出ているタイプのものになっていて、最後にですねこう分かれるような Y 字がですねいっぱい組み合わさったような、そんなデザインのホイールになっております。なおかつブレーキはですねこの赤キャリパーの6スポットのですね AMG ロゴが入ったものが備わっていて、
そしてドリルドのディスクが備わっているというこんな組み合わせになっております。そしてボディのサイドを見ていくと、この下回りのサイドのですねスカート、これがシルバーですね、入っているのが今回の AMG の C63E パフォーマンスならではのポイントということになります。そしてそのままですねずっと後ろに来ますと、まっすぐなルーフラインでワゴン形状になっているわけですが、ここにですね、はい、ちょっとですねこのような感じでちょっとガーニーフラップ的に小さなですねスポイラーがついているのが AMG モデルならではということでございます。さらにリアのですねタイヤ見ていきたいと思いますけれども、ギアもこちらはですねサイズが太くなって275の35の ZR20 ということで、フロントよりもですねほんのちょっと太くなるというのがポイントになります。まあここもですねフロントもそうでしたが、リアもですねホイールハウスとタイヤの隙間が指1本ぐらいしか入らないあたりがですねいかにもスポーツモデルだぞということを物語っております。そしてそのままクォーターに回ってきますと、こう後ろの斜めから見た感じもですねいかにも低く構えたハイパフォーマンスモデルだなという雰囲気は漂ってますね。そしてリアのですね左側には AMG のロゴが入って、さらにですね右側には C63 の文字が入るんですけれども、このサイドが赤くなっているところがちょっとこうやる気をですね感じさせるものになっておりますし、真後ろから見た時にですねこのバンパーレベルの造形がだいぶいろんなものがついてます。まずマフラーが左右2本ずつ出ている計4本出しのマフラーになっていて、ここの造形もですね相当細かいものがありますよね。このような感じで、はい、かなり細かく作られていて AMG のロゴ入ってますし、内側もですねデザインされているものになってますが、よく見ると、はい、この2つのカッターの奥には1本のマフラーが出てますので、実は表から見ると4本出しですけれども実際には2本出しということになります。そしてさらにマフラーとマフラーの間、このようにメタルのガーニッシュが入って、その下にディフューザーが入るようなそんなですね形状になっているということでございます。というわけで普通のワゴンなんだけれども迫力が非常にある、そんなですね見た目を持っているのが特徴ということになります。ではパワートレーンをチェックしたいと思います。さあパワートレーンをチェックしたいと思います。はい、開けますと、はい、このような感じで、まずボンネットはですねダンパー2つあって、キャッチが2つあって、これはスプリングもですねここに入っているタイプのボンネットですけれども、これ開けるとここに鎮座しますわ。2リッターの直列4気筒の直噴ターボエンジン M139 と呼ばれる、2リッター最強ユニット、これが搭載されるわけですね。こちらに、はい、ワンマンワンエンジンですから、ピエトロポロリオさんがですね作ったそんな証のですねプレートが入っております。で今回の C63S の E パフォーマンスなんですけれども、これ最高出力トータルで680馬力あるわけですね。でさらに最大トルクは1020ニュートン発生するということなんですけれども、このエンジン自体 M139 自体はですね最高出力が476馬力を発生するというもので、2リッターのターボエンジンで476馬力ってどんだけ出てんだっていう感じなんですけれども、エンジンだけでも相当パワーが出てるわけです。そこにさらにですねモーターが組み合わされて、これは204馬力出てますので、合わせることの680馬力ということになるわけですね。でこうして見ると4気筒エンジンをノズのこのところにですね縦置きで搭載していて、左側にですねターボユニットがこのように見えますけれども、ギャレット製のですね M12 ターボがここについてるわけですよね。でエンジン自体はここに搭載されていて、この後ろに9速のトランスミッションがあってですね、なおかつモーターはどこにあるかというとリアにあるわけですね。なのでこのリアタイヤの見えるかどうかわからないですけれども、このちょっと見えないかな、リアにですねモーターがあって、エンジントランスミッションがあって、その後ろにモーターがあるということになります。さらにここにはですね 6.1 キロワットアワーのリチウムイオン電池、これをですね組み合わせているので、電池から直でモーターを回すことができますので、圧倒的なですねレスポンスを実現しているというのもポイントですし、トランスミッションの後ろにモーターがあって、そこからさらにですね四駆機構が備わってますので、モーターの力をフロントにも伝えることができるという非常に複雑なレイアウトのパワートレインになっております。でさらにこの車はプラグインハイブリッドですので電動走行も可能になっております。でバッテリーが満充電の時は15キロ EV 走行できるということなので、今まで AMG だと朝ですね始動したらボーンという音がですね近所中に聞こえてましたけれども、それがなく静かに目覚めることができるものになっているというのも特徴でございます。ではインテリアをチェックしたいと思います。まず開けますと
こちらはですね、もう通常の C クラスと同じインテリアということになります。ただしここ見ていただくと前面ですねレザーになっていて、さりげなくグレーのステッチが入っているということですね。そしてこの辺りはおなじみの操作系になっているということで、グロスブラックのパネルに可動部分のスイッチは全てシルバー系で統一されていて、ウィンドウスイッチなんかも同じということですね。そしてこの車はブルメスターのサウンドシステムが備わっているということになります。さらにトランクのオープナーと給油口のですねオープナーも備わっているということになります。そしてスカッフプレートですけれども、 AMG のロゴが入ってますけど、これ光ってるわけですね。光るスカッフプレートが備わっているということです。そしてペダルですけれども、おなじみのステンレスのですねペダルにゴムのですね滑り止めがついたタイプになっていて、フットレストの方にですね特にプレートは入ってないかなというところですね。さらにシートですけれども、こちらはですね、はい、バケットタイプのシートになっていて、 AMG のこのエンボスがですねヘッドレストの部分に入っていて、その下の部分にも AMG のロゴが入って、シルバーのですねアクセントが美しいですね。シートベルトを通せるようになっているので、サーキットも一応いけるぞということなんだと思いますけれども、5点式が装着できますよというものですね。そしてショルダーのところからずっとですね入っていって、サイドのサポートが出てきて、ショルダーの部分からこの背もたれがですねつながって立体的に作られているのが非常にかっこいいところですね。ここはパーフォレーションになっているので、当然ですねベンチレーションなども備えているということになります。そしてシートの座面も同じようにですねパーフォレーションになっていて、両サイドはですね通常のレザーで入っているわけですけれども、このあたりもですね派手な色を使わずにグレーのステッチでシックにしつらえているのがすごく好印象かなというところでございます。では乗り込んでみたいと思います。さあ乗り込みます。乗り込んだ感じは本当に通常の C クラスと変わらんなというところですけれども、まず唯一違うのはここですね、 AMG のロゴが入ったステアリングになっているということですね。で早速ですねエンジンを始動したいと思います。スタートストップはこちらでございます。これも通常のですね C クラスと同じということですので、はい、押します。はい、するとですね今までだったらボンというですね音とともに目覚めるわけですけれども、今は何も音がしないどころか、あれエンジンかかったのみたいな、そんな感じですね。要はこれによってですね目覚めたということで、バッテリーが余っている状態であれば電動走行できるということになるわけですね。で今目覚めましたけれども、目覚めると、はい、目の前ですけれども、おなじみの 12.3 インチのフルカラーの液晶のですねメーターが立ち上がるということになります。そしてハンドルですけれども、このトンボ型のですねハンドルなんですが、 AMG 専用のハンドルということになって、ここにモード切り替えのスイッチがですねついてて、こっちもモード切り替えですね。こちらは一括でコンフォートとかスポーツとかそれを切り替えるタイプのスイッチですね。でこちらはですね各々のセッティング、例えば ESP とか AMG のダイナミクスとか、ここを押すと変わるというものになっております。なのでここをですね回すとこのような感じで、これバッテリーですね、バッテリー B モードということで、バッテリーを使うときは今のモードですね。さらにエレクトリックモード、はい、これが電動走行モードになります。さらにスポーツ、スポーツプラス、音も変わりましたね今。そしてレースという感じで、さまざまなモードが切り替わるということになります。ちなみにメーター自体はここでレースでも表示自体は同じで、これはですねこのような感じで自分でいろいろ変えることができるわけですね。だからトラックペースにするとこのような感じでサーキットで見やすいものになったりというようなところはもうおなじみのところでございます。さらにこのようにナビゲーション前面に引くこともできますし、アクティブディスタンスアシストディストロニックの画面のみにすることもできるというような感じで、このあたりの使い勝手は通常の C クラスと同じということになりますね。さらにこのクラシックメーターであればこのような感じでアナログダイヤルのままですね、さまざまな表示を変えることもできるということでございます。でさらにですね、このあたりすべて C クラスと同じなんですけれども、最上級モデルですのでフルトリムでレザーが入っていて、このダッシュボードのあたりはですねちょっとカーボン調のパネルが美しいですね、全面に敷いてあります。そしてそれがこのような感じでレイヤーになった感じで、モニターがですねセンターにドカンと置いてあって、ここからセンターコンソールにつながる造形になっているということでございます。でこれ毎度おなじみ操作系ですけれども、まずメーセデスの場合はこの左スポークの上の部分でこちらの画面のですね操作がこのようにでもできますし、もちろん、はい、ここでタッチでこのように操作することもできるというのもあります。そして声ですね、 MBUX を使って、はいメーセデス
東京タワーに行きたい。早いですね。このような感じでですね、あっという間にルートを計算してくれて、まあ本当に一言二言話すだけでもう今何もせずに案内が開始されているというそんな状況でございます。このあたりの使い勝手は非常に優れてますね。さらにこのような感じで、はい、東京タワーまで16キロ24分かかりますよということで、まあこのようなこともですね分かりやすく出してくれますし、充電の様子もここで分かるということになります。さらにセンターコンソール、はい、開けますとこのような感じで鍵が今入ってますけれども、 AMG のですねロゴが入ったこちらの鍵でございますね、はい、かっこいいですね。で開けると縦置きのですねカップホルダーと、まあ、小物入れがあって、さらにこちらの奥にですね置くだけ充電のトレイがあって、そしてこちらに USB の C が一つ備わっているということになります。そしてさらにこのセンターコンソールですけれども、押すとこのように両開きになっていて、ここの中自体にはですね USB の類は備わってないということですね。さらに当然ながら通常の C クラスと同じでアンビエントライトはしっかり入っております。このエアコンの吹き出し口周りにもアンビエントライト入ってますし、助手席からずっとですねセンターコンソールにつながるところもアンビエントライト入ってますし、カラーもですね様々にありますので、はい、メッセです。アンビエントライトグリーン、このような感じでグリーンですね変えて、まあもちろん64色なので様々なですね色に変えることができるということでございます。でミラーなんですけれども、こちらですねフレームレスのタイプが備わっておりまして、こちらですねルームランプ関係が集約されたところですけれども、触るとですねちょっとこう LED なんですけど豆球のような明るさのちょっとオレンジっぽいですねそんなランプがつきます。そしてここですけれども、この車グラスルーフついてますので今シェードかかっている状態ですけれども、ここですねこうなぞると、はい、このような感じで、はい、鉱石用もあって、まあ、真ん中で分断されてはいますけれども、このように大きなグラスルーフになっているということでございます。そして、はい、このような感じでサンルーフも備わっていて、まあ、開口自体はそんなに大きくないですけれども、このような感じで使うことができます。そしてバイザーですけれども、こちらですね、はい、カードホルダーがあって、開けると天井にランプがつくタイプということになるわけですね。でライニングは全てブラックということで、スポーティーな印象を醸し出すものになっています。ちなみにパワーシートはここでですね、このスイッチ自体は動かないんですけれども、ここにですねタッチをするとシートが動くタイプということになります。で細かくですね調整ができると。でさらにですねチルトとテレスコですけれども、ここにですねボタンがありますので、電動でこのような感じで今テレスコを一番奥まで持っていった状態で、さらにチルトを一番上まで上げるとこのような感じ、一番下まで下げると結構下がる、このような感じ。さらにこのままテレスコで一番手前まで持ってくると結構きますね、このような感じで一番上まで持ってきますとこのような感じで、だいぶ可動域はあるなっていう感じですね。相当に様々な細かなポジションに合わせることができるというものになります。で身長168センチの私川口学が今ドライビングポジションを取った状態、この状態でですねリアシートをチェックしたいと思います。ではリアシートをチェックしたいと思います。身長168センチの川口学がドライビングポジションを取った状態での、まず膝前ですけれども、拳が1、2、まあ3つ入らないぐらいですね。2個半から、まあ、3個ぐらいのスペースということになります。で足元ですけれども、シートレールかなり下まで床に近づけしてあるタイプなので、そんなに気にならないかなというところですね。そしてつま先も、まあ、わずかに入るかなという感じで、ヒールとヒップの間隔ですけれども、ここもですね、割と高さはあるかなというところです。でユニークなのは後ろから見るとですね、このバケットシートのですね見た目が面白くて、この穴開いてますけれども、このサイドもね穴が開いてるんですね。こんな感じで、はい、非常にユニークな見た目になっております。さらに背もたれですけれども、僕の肩よりだいぶ高さがあるところですね。これもしっかりと、はい、あると思います。で天井ですけれども、拳が、まあ、通常だと1個ぐらいなんですけれども、これグラスルーフついてるので2個ぐらいのですね高さは確保されているということですね。それとワゴンなのでストレートにルーフラインが行きますので、ここの閉塞感が全くないというのが特徴です。さらにリアのですね、はい、ウィンドウ開けますと、はい、全て開いて、もちろんオートです。
でリアのクォーターもありますのでルーミーな感覚になっているというところですね。ちなみにリアもこのようにアンビエントライトがしっかり入ったものになっていて、ブルメスターも入っております。さらに、はい、こちら行きますとアームレストもですね、ちゃんと広さのあるものになっていて、このような感じでカップホルダーも備わっているということになります。それとリアシート自体もですね、このような感じで背もたれと座面にですねパンチングが入っていて、なおかつこのようにダイナミカがですね、このような感じで所々に入ったデザインのものになっているということで、スポーティーなデザインになっております。ですが残念ながらですね、リアシートはエアコンの吹き出し口が2つあって、ここに小物入れがあるぐらいで、その下のこの小物置きあたりに USB があるかなと思いきや USB が備わっていないというのがちょっとこれ残念なところですね。はい、ではラゲッジをチェックしたいと思います。ではラゲッジをチェックしたいと思います。当然電動のテールゲート、作動音がめっちゃ静か、ここがねトヨタレクサスさんもうちょっと頑張っていただきたいなというところですけど、まあそれはさておき、はい、このような感じでラゲッジ見るとかなり段がついているのが分かります。なぜならば e パフォーマンスなのでバッテリーが入っているわけですね。ですのでフラットにはなってないですし、そもそも低い方の床もこの吐き出しの位置から考えると1段上がってて、2段階のですね段々畑状態になっているというのがちょっと気になるところですね。そしてこれが、はい、充電コードの入れ物ということで、これもですね床下なんかにしまえないのが、まあ、ちょっと残念なところかなという部分です。でトノカバーですけれども、こちらはですねこのような感じでロックをかけておけば自動でですね上がるタイプになっております。はい、これをちょっと外しちゃいましょう。でトノカバー外すとさらにこのネットが、はい、荷物がですね飛び込んでくるのを防止するネットがあるので、これも外しましょう。これらがですねかなりの荷物になるわけですけれども、これを置いとくところがないというところで、これだから外してもちょっとやっぱり狭いですよね。で段々になっているので、ここはだから本来のワゴンの機能としてはちょっと残念な部分かなというところですね。ここもかなり出っ張りがあって、ここに三角表示板とかそういったものがですね、まあ、本来だから床下に入れるものがここに入っているということになります。でこちらにですね、はい、スイッチがありますので、これを押すとですね分割加工の左側が倒れるんですけれども、分割は4対2対4になっていて、左側を、はい、触ると4と2が一緒に倒れるということになります。そして右側を触ると、はい、このように倒れるわけですが、奥行きはめちゃめちゃありますけれども段差がすごい、さらにですねこの下がる段差が生まれてしまいますので、これは車中泊するにはまあメルセデスの e パフォーマンスで車中泊はしないと思いますけれども、結構大変ですし、まあ、自転車とか積むと引っかかって出すのが結構大変になるかもしれないですね。このあたりは残念なところですけれども、皆さんこの電池があるからこそめちゃめちゃ速い車であるということを考えると申し訳ございませんというしかない部分だと思います。はい、というわけで今回はですねメルセデス AMG C63S e パフォーマンス、こちらをですねチェックしてきました。車両価格は当然1600万を超えてくるこのような値段になっておりますので、まあ高いなというところですけれども、このパフォーマンス考えたら納得のいく値段だと思いますし、なおかつ、まあ、一応ですね荷室ボコボコしてますけれどもワゴンの実用性ありますので、そう考えると非常に価値ある1台かなというふうに感じます。はい、皆さんはいかが思いましたでしょうか。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。